こんにちは、クリエイティブ部署です。皆さん、学祭キャラクターの名前はご存知ですか？そうです、実はまだ決まってないんです。そこで今回は学祭キャラクターを募集しました。たくさんの応募ありがとうございました。それでは皆さんも名前が気になると思うので早速発表していきたいと思います。ナスキャラの青山さんです。お願いします。それでは自己紹介をお願いします。はい、こんにちは、文化創造学科2年の青山かなみと言います。ありがとうございます。みなです。花です。続いてはインタビューに移りたいと思います。みなと花の名前の由来について教えてください。はい。みなっていうのはみな月祭のみなから取りました。して花というのは和月祭の花という漢字から花というふうに名付けました。そうだったんですね。続いて名前を選ばれた今の気持ちについて教えてください。はい。皆さん投票ありがとうございました。このみなと花という名前を通して彼らに親しみを持ってもらえたらいいなと思います。ありがとうございました。それでは最後に記念品を贈呈したいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。それでは大山さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今回はオンデマンド配信という形でしたが、皆さん楽しんでいただけたでしょうか？このご時世ですが、みんなで笑って乗り越えていきましょう。それでは2021年オンライン学祭を終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。